エイソ太陽の子と呼ばれた王春天王党の世になり数十年浦添のイソという場所に新たな英雄が誕生しようとしていましたその名をエイソと言いますエイソの誕生には太陽にまつわる伝説が残されていますエイソの母親が 夢の中で体の中に太陽が入るのを見て、エイソを見ごもったと言います。磯味のもとに生まれた男の子、エイソは、やがて、手だこ、太陽の子とも名乗りました。エイソは、磯ぐすくですくすくと育ち、アジとして磯一体を収めるようになります。豊かな世の中を作るぞ エイソは力を尽くして磯の発展に努めましたおもろという古い神歌を集めたおもろうしには磯の戦もいのもと作物がたくさんとれ常に酒盛りが行われる豊かな様子がうたわれています戦もいとはエイソのことだと考えられています一方 琉球の世は春天の孫、義本王の時代となっていました。この頃、琉球では日照りや流行り病が続いていました。人々が苦しむのは私に徳のない証拠だ。義本王は自分の責任だと悩みます。頼む。私に代わってこの琉球を治めてくれ。 何を申されます義本王は評判の高かったエイソに自分に代わり政治を行ってくれるよう頼みました。王の代理としてエイソが着くと災害はすっかり収まります。そこで義本王は正式に王の位をエイソに譲ります。ここに新たな王が誕生することになりました。 エイソ王道の始まりです。エイソが王に着くと、周辺の島々からも、次々と貢ぎ物を持って、挨拶の使者が訪れます。久米島やケラマ諸島、伊平屋島、そして沖縄の北にある奄美大島からも使者が来ます。エイソの遺行は、遠くまで及んでいました。 また、海外より、禅館というお坊さんが琉球にたどり着き、瑛祖は、浦添城の麓に、極楽寺というお寺を建てて、彼を住まわせました。沖縄における仏教の始まりとなりました。そしてこの頃、中国では、元という大国が琉球を狙っていました。 元の皇帝は大軍を派遣しましたが、二度も撃退されて失敗しました。この琉球とは、台湾のことか、沖縄を指しているのかはっきりしませんが、もし沖縄を指しているとしたら、エイソが大国の元を打ち破ったことになります。エイソは、浦添江グスクの北側の崖に、一族を葬るお墓を築き始めます。 お墓は極楽山、またの名前をヨードレと言います。ヨードレとは夕なぎ、つまり静かな場所という意味合いがあります。崖の下の洞窟の中に灰色の瓦吹き建物を作り、そこに遺骨を納める木の棺が置かれました。エイソが亡くなると、 彼自身も一族とともにここに葬られたと言います。やがてこのお墓は、後の時代に石積みで改修され、エイソたちの遺骨も中国から持ってきた青石の棺に納め直されました。昭和仕王の頃と考えられています。太陽の子として裏添えに君臨したエイソ王。 手だこの名は、現在の浦添市の手だこの町にも受け継がれています。エイソは、ヨードレから浦添の姿を見守っていることでしょう。